はい、おはようございます。小林です。2日目です。今からお風呂に入りに行こうと思います。はい、ということで本日はですね、浜松の天然温泉風と月さんにですね、お風呂に入りに来ました。朝の8時から24時でやっている温泉でございます。料金はね、こんな感じでなっております。はい、ということで今から朝ごはんを軽く食べてですね、行こうと思います。いやー、暑いね。めっちゃ暑いよ。昨日はね、ちょっと天気が悪かったですけど、今日はいい感じ。卵サンドを食べていきます。やっぱりね、まだ2日目なんですけど、夜寝るときに結構外が気になってね、なかなかやっぱ寝つけないですね。なんか何回か起きちゃいましたね。まあこれを食べたら本田宗一郎記念館に行きたいと思います。では、はい、ってことでね、今本田宗一郎記念館に向かってるんですけど、浜松ってね、僕昨日聞いたんですけど、まあ、バイクをね、作ってるね、ホンダさんのね、まあ、有名じゃないですか、ホンダって。で、なんとね、ものづくりの街なんですって、浜松って。で、もともとは、織物とか、そういうのを作ってて、すごいね、栄えてたところなんですけど、なんとね、トヨタって、豊田市っていうところでね、トヨタってできてると思うじゃないですか。実は、浜松のね、ところでね、生まれというか、できたのかな。まあトヨタさんってもともとね、浜松の人らしいんですよ、うん。で、まあ数々ね、バイクの作るメーカーとかがやっぱ浜松のそのなんだろうな、ものづくり精神っていうのをこう受け継ぎたいっていうのでね、すごい集まってくる街みたいなんですよね、うん。僕ね、そんなの全然知らなくて、昨日ね、浜松に住んでる方にめっちゃ教えてもらって知れたんですけど、だからそれこそホンダとかオートバイのライラックっていうね、メーカーとかもですね、実は浜松のね、生まれなんですって。うん、なんでそういうね、バイクとかがすごい好きな方とかはね、浜松にですね遊びに来ると、いろいろなそのものづくりのね、歴史を知れたりだとか、あとね、徳川家康がまあそこの東照宮があるんですけど、実は生まれがそのね、浜松 で浜松城に行くと出世するっていうね、言い伝えがある町なんですよね、うん。だから本当にそれこそ浜松に遊びに来て、そのものづくり精神を学んだりとか、あとはその出世、をですね、祈るためにですね、来るのはすごくいい場所じゃないかなと思いました。はい、ということで本田宗一郎記念館に来ました。まあ、まだね、10時からなんで、ちょっとね散策してから行きたいと思います。すごいね。でね、この隣がですね、家康さんのお兄ちゃん、子供、長男かな、あ、なんかがね祀られてるっていう風に言ってたんでね、ちょっと行ってみたいと思いますね。え、こっちなのかな。よいしょ。諏訪神社じゃないのかな。ねえ。よいしょ。お、なんか魚が泳いでます。
賽銭箱ですね。こっちかな。ちょっと上に上がっていってみましょう。なんと休館日でした。残念ながら今日はお預けです。はい、ということで本田宗一郎記念館行ったんですけど、お休みでした。はい、なんで今からですね、ニコエっていうねところに向かっていきたいと思います。ニコエっていう春華堂っていうね、まあ会社の、まあお菓子とかなのかな、うん、そこのね、あのなんかワークショップとかができる施設があるみたいなんで、そこに今から向かっていきたいと思います。はい、ということでニコラ春華堂のねお店の、まあなんだろうな、施設にやってまいりました。おお、かき氷が食べられるみたいです。おお、すごい。お、お菓子とかめっちゃ売ってるね。かき氷とか、ケーキ、クッキーだね。へー、すごい。おお、こいのぼりがめっちゃいます。いいね、めっちゃ気持ちよさそう。ご飯を食べられる施設なんですね。パスタ、ドリミガリバートンネル、なんだこれは。すごい。お、うなぎパイとかめっちゃ売ってる。すごい。じゃあこのうなうなパイを買って食べたいと思います。はい、ということで今ニコラのね施設行ってきましたけど、すごいね、あのお菓子とかあとはそのカフェみたいな感じでね食べれるところがあるね施設でした。で今ねこれスイートバンクワンファーストアニバーサリーっていうね、4月12日がね1周年迎えたね施設がオープンして、今こんな感じのイベントとかもやってるみたいです、ね、もしね興味ある方はぜひ行ってみてください。すごいね、いろんな催し物がやってるみたいです。